結局外務省だけに任せてると、うん、物事って発展しないんですね。結構彼らの役割って日頃のこう人間関係というか国と国の関係を維持するっていうところが目的なので、なんか踏み込んだことなんかやるとかっていうのってあんまりしないんですね。それをやっぱりやっていくのって政治家の役割だったり、まあ、使命だったりするので、それをまあ宗男さんはそう分かってらっしゃって、ずっとこう人脈を培ってきたのかなっていうふうなことが今回出てるので、これがまあ今回は逆にロシアにうまく使われてしまったところが、まあ、痛かったんですけども、もうちょっとあの失言がなくてうまくもし転んだら宗男さん一歩間違ったらヒーローになる可能性があるんですよ。だからそれぐらい大きな力を持っているのが議員外交だなと思いますね。